鎖片扉鎖片扉は鎧形式の防御の一種。片扉とは肌着として使われる浅星の人へのことであり、鎖性の片扉の意、衣服のもとに着用することから着込みとも呼ばれる。洋の東西問わず古代から現代まで使用し続けられていて、西洋のものは放爆、チェーンメール、または単にメールといい、特に衣服のもとに着用するものではなく、 チェーンメールの上にタバードを着用することもあった。現損するものは15から2 0ラム前後のものが多い。鎖片びらを着用したローマ軍団兵、欧州においては古代のケルト人が鎖片びらを最初に考案したとされる。初期のものはリングの一つ一つが大きく作りも簡単で胸だけを覆うものだった。ケルトでは防具を身につけずに 白兵戦を行うことが好まれていたため、彼らと戦ったローマにおいて、鎖片びらは進化した。ダキア人も、また、防具を身につけず戦闘をすることを好んだ。また、スキタイやサカなどの遊牧民の間でも広く使用された。中世初期になると、ゲルマン人の諸部族に広がり、中でもノルマン人が用いたものは、カブトと連結し、頭から膝以上までを覆う。 竹の長いもので、ホーバークと呼ばれる。十字軍の時代になると、頭部の鎖か扉は切り離され、濃い太となり、胴体部も金属加工技術が向上しより細かいリングを使用できたので、手やつま先まで完全に覆うものが登場した。しかし、中世ヨーロッパの鎖か扉は質素のものは古代、ローマのものよりも悪かった。武器の攻撃力が、 鎖片たびらの防御力を上回ってしまった10世紀頃は、鉄血の時代と呼ばれた。中国には、東欧朝の頃に、西方から伝わった。日本で使用が開始された時期は、室町時代初期からと言われ、当時は諸外国と同様、鎧の下に着込んで使うものだったが、江戸時代になると、衣服の下に着込むようになった。東欧や、西アジア、東アジア、北アジアなどでは、 早い時期により、防御性能の高いラメラーアーマーが普及したため、予備的な防具の息を出なかった。だが、中国では15世紀頃から、火器の発達に対抗できなくなった、ラメラーアーマーに代わって、鎖古工と呼ばれる鎖片びらが用いられるようになった。細く伸ばした光線で輪を作り、それらを互いに連結して、服の形に仕立てたものである。リングを平たく叩きして、 ワッシャー状にし、それらを組み合わせて作られたものや、鎖をそのまま布に縫い付けたものも存在する。西洋では14世紀頃までは、鉄板から打ち抜くなどして作った継ぎ目のない輪と、鉄線から作った継ぎ目のある輪を交互に使って、鎧として編んだ。編み方にはいくつかの方法がある。一つの輪に隣接するいくつの輪を通すかで4通1 6通1 4通2などに分類される。 ここの輪の開いた末端は通常リベットでかしめた。歴史的なものでは針金をそのままドーナツ状にしたものよりもこちらの方が軽くて丈夫であった。現代では通常は木の棒に光線をぎっしりと長く巻き付けコイル状にしたものを棒に沿って切断することで多数の輪を一度に作る。鎖片びらの大きな特徴は金属板を成形して作られた鎧と比べ 剣牢座では劣るが簡単に制作可能で、かつ柔軟性に優れ、また比較をに固めて作られた鎧と比べると高い防御効果を持つことである。体の動きに対応するので警戒活動など、戦場以外での行動にも適することから長時間着用しての軍事活動が可能となる。とはいえ、全重量が肩にかかるという欠点もあり、腰にベルトをつけるなどして、 重量をいくらか分散したとしても、来たまま生活できるほどではない。鎖片びらは、比較の鎧と比べ刃物に対して、防御効果を示す。例えば刀剣による、斬撃の威力を削ぐことができる。槍などの突き刺す武器にも有効であったし、ロング棒やクロス棒以外の矢の飛ぶ速度が、比較的遅いショート棒にも効果があった。しかしその構造上、鎖の隙間を狙うエストックや、 アルシェピースなどには効果がなかった。また、メースや潜水などの鈍器による衝撃を緩和する効果はない。また、剣を叩きつけられた打撃でもダメージを負うほか、剣の当たり具合が良ければ切り裂かれることもある。槍だ鎖の輪が割れることもあった上に、両手剣や斧、斧メースや、ウォーハンマーといった重量のある武器の打撃には弱かった。しかし、硬い鉄板の鎧に比べて、 やや、石弓、銃弾に対する効果が高かった。このような性質から、鎖かびらは、現代においても、防人技として用いられる場合がある。その場合、ボディアーマーとの併用が行われる。ケブラー製のボディアーマーは、弾丸を繊維で絡め取るため非常に効果的だが、分散緩和する形で衝撃をストップさせるため、刃物で刺されたり、弾丸でも尖った弾頭や、 細く鋭い高速弾頭が使われた場合は防げない。それを補う意味で、ケブラー繊維同士の間に鎖片びらを挟み込み、その防御力を向上させるのである。2006年現在は、強化樹脂製の防塵パネルを併用する場合が多い。そのまま素肌に切ると、跡がつく、冷たい、肌が擦れる、汗で錆びる、着用者によっては、 金属アレルギーを発症するなどの難点があるので、金属鎧と同様に、下に柔らかい布製の鎧下を着用する場合が多い。この鎧下は、防寒や防雨などのほか、打撃武器や斬撃武器の衝撃を緩和する意味合いも強い。隠密行動に携わる人間が着用する場合は、 塗料やすすで黒く塗り光を反射しないようにしたり、2枚の布に挟み込んで金属同士が擦れる音を低減させたりしたと言われている。武士と鎖肩びらはもう一つの特徴として服のように重ね着が可能という点が挙げられる。身分の高いものが古身のために軽量のものを平服のもとに着用したり、戦場に置いても革い鎧と共に着用して防御力を 向上させたりした。牙を使用して、戦場の最前線に立つ重装騎士に至っては、薄手の皮鎧か面の入った鎧下を着用した上でこの鎖か扉をまとい、さらにその上に全身を覆う、鋼の甲冑をつけるという場合もあった。全身甲冑を身にまとっても、首、脇の下、肘の内側、手首、指、股間 膝裏などの関節部分は防御の及ばない急所になるが、鎖片びらは、その柔軟さからそれらの部分もカバーできた。しかし、ただでさえ、重量のある板金甲冑のもとにさらに鎖片びらを着き込むことは、実用上、厳しかった局面が多い。また、強行のもとにさらに鎖片びらがあっても、防御面では大きな意味をなさない。そのため、関節部分の、 各級書のみに、鎖片びら状の補強を施した鎧下の方が、西洋では普及していった。部分的な強行や、肘、手首を守る小手だけを身にまとう際に鎖片びらを併用した例もあるが、これはどちらかというと、鎖片びらの延長である。日本でも鎖片びらは、重宝されていた。戦国時代には武将など上官職が、甲冑の下に、 着込みとして用いたほか、長報活動に従事する忍者が薄手の鎖肩びらを身につけることがあったので通常、隣材の忍者修道士の構想などや戦時に着込む機械の方が多かった。また、消音する場合、紙子や綿入れ等を何重にも重ね着して、その分動きが悪くなりやすかった。また、江戸時代には街中での小規模の構想や取り締まりなどにも防具として、 鎖片びらが用いられることがあった。新鮮組なども鎖片びらを着用しており、ところどころを革や金属で補強したパーツと組み合わせて使用していた。鎖片びらは摩耗、消耗をしやすいので定期的な手入れが必要となる。基本的には西洋では油を含ませた布で磨いて、錆びを未然に防ぐ。すでに錆びてしまった部分は布を用いて、 磨き粉ですって削り落とし、油を塗布して再度錆びるのを防ぐ。かつては錆びた部分があまりに多い場合や、多数の鎖片びらを一気に錆び落としせねばならない場合は、研磨砂の入った大きな容器に鎖片びらを入れ、洗濯機のごとく棒でかき回して錆び落としを行った。非常な重労働であったという。一方日本では黒止めや漆かけで棒錆び、 防汚損を行うことが多かった。また西洋でも黒止め加工はあるにはあったが、騎士道精神の美意識として、純白、白銀色に近いものが、より尊いとされ常に研磨されたものが好まれた。切れたりちぎれたりした部分は、同じ材質の針金で縫い合わせる。肩、腕、同等に分割が可能なものは、その部分ごとに取り替える。ありがとうございます。